僕らの別荘。石井さ、最近好きなアーティスト誰？最近だとオーサムシティクラブ。オーサムシティクラブ。私うるさかったんで小音にしました。小音にした。小音にしました。え、オーサムシティクラブが、あ、うるさいっす。え、うるさい。で、テレ東にします。落ち着く。好みの、落ち着くわ。好みの話してくれるテレ東にします。石井、この後さ、お昼とか何食べるの？お昼、うん、あの、商店街のメンチカツ、うん、あ、ちょっと D ボタンで参加してた。何？僕も行きます。行きやすい。商店街のメンチカツは行きやすい。これがだから、なんかその、もっとおしゃれな、うん、なんか、フォカッチャとか、なんかよくわかんないこと言ったら、もう小2歳だけど、お前は。それはなんちゃんなの？その、おしゃれなチャンネルは。フォカッチャとおしゃれ？わかんない。俺も今、パッと出なかった。ポカッチャしか。ちょっと石井の昔の話聞きたいからさ、録画リスト押して。録画リストからねえわ。エピソードトーク、録画リストにあるわけ。ああ、そう、違うの、うん。あ、違うの。そんな俺テレビじゃないよ。あ、時間までテレビじゃない。あ、そうなんだ。明日のという番組表で見れない。番組で見れない。あ、見れないか。スケジュール表では見れる。そうか、そうか。俺の録画リストって言うとさ。ずっと撮ってるやつ。あ、撮ってるやつ。何回もやそれだけ残してる。それだけ残してるやつ。何回も見たい。鍵マークの。ちょっと聞かせてよ、じゃあせっかくなら。高校の頃、チャリ通だったのよ、うん、最寄りの駅まで、うん、チャリで。で、まあ、高校、その電車でこう最寄りの駅着いて、家までチャリ乗って帰ろうとしたら、うん、チャリパクられてて、もう本当、俺の愛車っていう、うん、あのなんか、フランケンシュタインみたいにさ、うん、いろんなチャリンコのパーツかき集めて。あ、そうやって作ったの？そうやって作ったの？ギターとかで、ね、それがパクられてさ、うん、で、一応な警察に行ってパクられました、うん、で、あの防犯登録みたいなのしてるから、はい、まあ、一応あったらその連絡しますみたいな。じゃあ後日、隣の町のさ、うん、神社に捨てられてあったみたいな。はい、目的なんなのかわかんないですね。神社に捨てるって何みたいな。確かに、うん、なんか罪悪感一番えぐくない。確かにね、うん、盗んだ上で、そうそうそう、神聖な場所に捨てていくっていう、絶対にしなきゃいけないお願いでもあったのかな。乗り捨てられてたんだ。へぇ、犯人とか捕まってないの？いや、捕まってない。捕まってないの？ほんと石井も気をつけろよ、お前。うん、自転車、まあ、チャリ結構乗るんで、俺も、うんうん、確かにバレないようにな。え、被害者としての気をつけろじゃなくてバレないように。あ、加害者側だ。俺が盗むと思って盗んでも最悪いいけど、バレないように気をつけろって思ってんの。俺もこの前財布落としてさ、帰ってこなくてさ、うん、気をつけろよ。いや、俺も結構財布とか落としやすいんだよ、うん、バレないように。加害者側だ。目離したら盗んじゃうと思ってんの、いろんなものを。よく一緒に入れるね。まず俺を疑いなじゃん、財布なくなった時。俺の録画リストで言うとさ。